まあストーブは最高じゃん。ストーブは最高じゃん。ちゃんとフェアウェイとラフと分けとる。分けとる。夏にここでしてみたいの。おらんね。お前は北海道で。私おらんでしね。前回。うん。俺はせない一回やお前。一人で来る。一人で泊まりかけで夏じゃけんの、うん。夏休みはお前を送り迎えせんでもいいんだ。ほうでもないんか。いや、分からん。仕事しよる銀あれに。子供は休みだろうが。子供は3時に終わるけど5時まで預かってもらうところであるやんか。それに入っとんよ。夏休みでも夏休みだけれども仕事しよる金夏休みでも。夏休みやなんちゃほんじゃけおばあちゃんに見てもらったらいい。おばあちゃん言って忘れるやんか。あ家連れてきて。いやおばあちゃんでのうてもええや。勝手に家で遊んどったらええんじゃん。遊ばしとったらええんじゃん。えどうしたん。もう昔やかお前な。ほうだろわい。もうあれだろ。鍵っ子は一人で遊ぶよったの。そうや。家開けて。昔のはしっかりしとったな。おかしいやな。今のは心配性じゃん。よう。なんじゃいって感じやほんまに。じゃいほんとだ。女は一人で遊べや。よや。昔は自分で公園行って遊んでからに帰ってきよったのに。よ今は公園だから遊んべらんもんの、だるっちゃ、危ないと。どうなっとんだろ。ほんまに。そんな公園なんかいらんや。ほんか、今は弱るの、あれの。今一番あれは政府はせないかんの、空き家問題と、あの、耕作地問題じゃわの。あ、耕作地。ほんで、誰ちゃなんちゃ言わんのの。子育てとかなんとかいろいろ働き方改革とか言うけど、空き家問題やか言う政治家おらんのに。いやあれもほんじゃけど、なんかほんじゃけどさっき言うだろ、ああいうのちょっと変わってきようね。あ、そうな。しおんのはしおんかい。空き家と耕作地が一番にしないかん、こっちは思うけど。耕作地はあれじゃわ、もう、おらんのじゃけん。おらんのじゃけん。なんとか区画整理みたいにしてくれ。俺の根本はほんじゃけど、人間は変によるきんおらんいう部分もあるんよ。おー、俺はおうじゃわな。ほんじゃけど東京はあなったんだもんな。田舎にどうにかしてからに帰らさないかんわな。田舎の利便性の栄養にせないかんわの。田舎に仕事ないきんか。田舎の方はええですよ、言うのなかったいかんわの。田舎ないんじゃけどね。うん。車いるが。優遇せないかなの。車の車検じゃ。あれをどうにかせんかったら、お前何年に一回、2年に一回車検やがったらたまらんで。あれ思ったのは、あの、青森とかいうのは今、年寄りは、青森市内のマンションに移ってきるらしいな。そうだ。郊外におって一軒家におったりしたら雪かきとかなんとかできんやんか。できん。ほんやけん、なあ、駅前に移ってきて。そりゃそうだろうな。そりゃそうじゃ。毎日だもんな、雪かき。すごいわ、東北、北海道は。毎日なんだもんな。年いたらしんどいわの。車出すの、雪かきせんかったら出せんのだもんな。幹線道路は全部やってくれるけど。わしゃのボコボコしろ、なんだろうかな、言うて、タクシーのうんちゃんに聞いたら、あれ、中華商屋の車です、言うてから。いいよったの。俺、商売にならんな、言うてから。そうだ。あ、青森言うたらな、我慢優勢が結構多いんよ。我慢。うん。ほんでタクシーに乗ったらな、我慢強し。言うて回答んよ、タクシー。運転手の名前書くやんか。お前我慢強しなんですね、言うて話したらね。読み方違う。うん。やっぱ我慢な。我慢。我慢強しな。まあまあ、うん。弟は我慢清しなんです、言うて。青森は一番ほんねんけど都道府県の中で面白いの。あ、そう。こう日本海があって太平洋があって陸奥湾があってな。青森一番好きや。死ぬまで一回行かねえか。死ぬまでに青森行きたいわ。頑張って。青森までいたらもう思い切ってついでに北海道渡るいて。北海道はええ、わしそんなにええ思い出ないのに。思い出なんのっても思い出や作れば。北海道ミーハーやんか。
いや、あ、どうだろうか、以上知らんけど、北海道の人間あんまり、あんまり北海道の人間外に知らんけん。ほんで、青森の人間に言わしたらあれで、北海道に生まれんでよかった言うて、北海道は寒さが違う。違うわ。青森と違う、違うらしいよ。違うと思う。縛れるけんの。確かに。何が違うんだろうか、わしら。感覚わからんけどな。全然わからんけどな。これ寒さが。寒さがなんか違うみたいな。ほんで、一番思うのはあれだの。この辺の東北、東北あたりの違い言うたら、バスが全然違うの。バスの車両がな、うん、東北行ったらみんなボロ。なんか全部の普通 の, あの市営バス、サビと秋田にしても岩手にしても。これはほうや。むちゃくちゃだよ。違うや、あっちはの、うん、あれ巻くやん。チェーンか違うわ。雪止め、雪止めでなし。塩みたいなやつ。おう、塩を。あの沿岸すごいんで。ああ、ほんか。あ、それか。そうそうそう。あ、それかもわからんの。うんうん、ほんじゃけんな。こっちの車、向こうの人、こう、そことか見ての。ほら見ろ、もう。なるほど。まあ、北海道の人見たって。北海道ってこれ、向こう本州の、これ、そこ、違う。な、これは違う、うん、それはそういうために違う。なるほどな、うん、それあるの。そこまで考えんかった。全然考えんかった。対東北のバスはボロじゃなぁ思ってくる。俺は寂らいや。まだ瀬戸内バスの方は上等。そりゃそうよ。ほんだけ俺はもう毎冬そういう経験したバスで、とかなんちゃないバスと言ったら俺は当然や。バスはすごいわ。え、車だって一緒やで。車はなかなかな、あれせんけどな。あ、そうなんか。幕張れか。足を巻きょんだもんな、沿岸じゃわの、もうか、思わんかった、初めて。ああ、いかんな、お前もちょっと考えがちょっと、あれやな。東北のバス、ほんとにボロ。そら言うたら、ほんで、かわいそうだから。めちゃくちゃなんでだろうかいうのを考えないかも、そこまで、ちょっともう一つ深掘りせないかも、何事にも。そうじゃの、この辺のちょっと高速バスが小綺麗なもんの。うん、そりゃそうよ。俺はこの辺のと一緒にしたらかわいそうだな。秋田が一番ボロじゃん。いや、そうだ。そら言ったら、お前、愛媛県じゃこ天、もう貧乏くさい言われたもんね。秋田の人。秋田のうまいもんないんだもん。知らん。なんか知らん。餅をくねくねして、あいつを握った、何を、きりたんぽ。知らんけど。そら言うと秋田の人にボロくさい。それと、はたはた、うまい言うけど、したくそもない。そうだ。はたはたいて、きじはたで。全然違うの。違う、ハタハタのな、あの子供がな、プチプチしとんか思ったら、カットってな、あれだけは純菜だけうまかった。ああ、純菜の、うん、食ったことないけど、ネチャっとしたの。そうそうそう。ハタハタ。ネバっとしとんかの。ハタハタは最悪。うまいのは比内地鶏と稲庭うどんだけじゃわ、秋田は。うどんやくうまいんかい。さぬきどん。さぬきとまた違ってな、細いんよ。細いって、腰があって、ほう、半田そうめんみたいな。半田そうめんのもうちょっと、半田うまいの。そうめんだったら半田じゃわ。言うの。半田そうめんおいしい。ほんで、縁の、ぬくいとこで、ほんで、これ、北海道で一人で毎日楽しんで。北海道でこれはな、いらんまいや。これは冬仕様よ。そうじゃろ。北海道でこないしたらもう終わすかか。夏に、なんぼ北海道じゃ言うたって。北海道で涼しくて、車の中で3ヶ月過ごす言うたら、あれじゃの、すごいの。すごい。修行じゃの。よくおるね。今回要求でも3ヶ月結構話はできる。3ヶ月がざらよ。あ、そうな、北海道じゃの。みんな元気なで。みんな行く気の北海道、北海道での、
お友達はすぐできるな、うん、だから今年は来てないな言うたら話になったんだろうかって知らない。あ、そうなの。前に来る人はおんじゃ常連で、うん、そう常連さん、うん、だから今年は見えんな、うん、あどうしたんだろうかな、まあ、どうしたんか知らんけど、うん、みたいな、うん、常連だ同じとこおんじゃそうじゃね同じ、うん、やっぱり同じとこぐるぐる前まあおな泊まるとこは決まらないの自然にの道の駅じゃな、うんうんうん、だったら道の駅多かろう、うん、まあ道の駅、うん、有料のキャンプ場が泊まれんわのいや、まあ、泊まるのは泊まったけどなそうか、うん、へえ。設備が違う違うなほんと、うん、あの今年はね、稚内のうわ、稚内の稚内のなそうや、そうやなんだけど、あのまあ、知り合いがそこをちょうどあのキャンプ場予約しとったんよ。うん、で、まあ、来ない言うけんいて、でそこにもね、パークもあるんよ。中にあるの中に、ゴルフ場も。大きいんじゃん。そう、広いんよ、もうとにかく。で、パークも、もう何コースもあるけど。何コースもあるの、うん入るのは有料かとりあえずは。じゃほう一泊500円とかな。あそうなん。ほ、うん、言われでの。うんでもうあの何日結構ほんじゃけん連泊もうほんでこの7月15日とかなそれ過ぎたら今度はなちょっと割高料金になる。それまでがちょっと割安料金でな。でまあそれまでの間みたいなの。うもうずっと滞在しとるとこも多かったりな、うん、いろいろ面白いとこはよくある、うん、結構北海道多いきの、うん、繁忙期、寒忙期とかのわけのわからんの、うんうんうん、あれはフラノのなんとかのラベンダーとかなんとかの関係しとんかもわからんのああ知らんけど、うん、行ったことないけどな、うん、わしも一回ラベンダーいたんだけど時期が早かったから、ね、あ咲いてなかったとかな、うん、売れ方だろうの7月前あれも難しいわの、うん、お得意先の女のバイヤーに稚内出身の人がおってからにぜひ来てください言ったけど行けんわ言うてからに行かんかい十勝まではいたんじゃけどな稚内やから商売になるとこないのにそこ多いかな、うんまあ、北海道広いわ北海道広いわ道はまっすぐじゃしのどこまでもまっすぐやったの知床とか網走とかいたんかうん、いかんわのいやいやいたいあいたんかい、うん、行ってみたやろ知床は何年か前じゃあのラオスおラオス言うてラオスだけ言うて山あるわいあるあるある、うん、赤い山が、うんうん、あそこ登ったんよあそうなん、うん、ラオスだけとかからレブン島が見えんのかい、うん、ラオスだけ地理が全然違うんかい レブンは稚内の方おレブンはあの海の方左の方やの、うん、左の方じゃ稚内こういうほの稚内かの知床と稚内言うたらもうこれは離れちゃうわのこよんなっとるわあれはこっちとこっちや北と東みたいな全然ちゃうのさすがにあのよっぽど天気メインは多分今言おったらレブン島は稚内から稚内の向こうの方だろ、うんうん、ほんでお前言おったのはどこだっけ知床よあ知床は網走の方やそうや網走の下や右の方やそうやおーおーおおこの前あの船がどうにかしたとこやねそうや知床、うんうん、やっぱり知床は熊よけにはそっか、うん、怖いよろ熊のうん怖いなよう、みんな行くわ、思って。熊、ほんで、去年あたりやな、去年あたりか、まあ、いつから知らんけんどもさ、最近あの、この餌やるバカがおって。言われたの。おう、うん、ほんじゃけん、あの、この横断道路ってあるんじゃけどの、知、う、床、んうん、の、このラオスから向こうへ。うん、ほな、この途中、この、車で通るやん、うん、ほんなら食べ物くれる思ってクマが寄ってくるんよもう餌やっとるしどこなんじゃないのそうそうそうバカだろ、うん、考えねえからの、うん、あ結構な、うん、あの今年何件かそういうの
あったらしいわ、うん、今年は近かったけど、ほんじゃけどようイオンのあれよの四国でも剣山あたりに熊おんの、まあ、うるうる、あれを保護しよう言うてから産んであるんだろ、当然のまあ保護言うしに、うんうんうん、もうあの捕獲はしようらない、ほんじゃけど捕獲はしようらない、うん、昔はもうこの剣山からあの辺りこの捕獲しよった、うん、みんな取ってほんじゃけあのこの川おおあったんか、あのマタギやよとったけん、マタギの文化もあったんだけど、そうそうそう、それは守っとかねえか、あの、うん、妙に何々殺したらいかんとか、命を殺したらいかんとか、それはないわ、いや、命だってあれよ、そうだ、あの都会に出てきたやつは あの山の方に行って放話せって話せるの、イノシシだって命がある言うてから、うん、それあるけど、お前あのこっちこっち牛や豚食い寄るでないかこっち降りてまで悪さ するようになったらいかんわの、なあ、ね、これは、うんうん、やっぱ味やっぱりのたんた下降りてきたら味しめるけんの覚えるんよ、ほやこと猿はどうにかせないかんの、猿はいかんわ、猿は殺せんもんの、うん、猿は多いで、多いめちゃくちゃ多かろ、これから弱るでろ、うん、猿は賢いきんの、うん、もうあのもうスイカやかでも声に抱えてもうひょこひょこっとあるの賢いきんのもう出てきた頃見計ろうて来るきんの、うん、さあ取ろうか思ったらすでに取られてそうやそうやあれはどうしようもないもんの、うん、猿は賢いきんの、猿は賢いよ、猿は多いわ、もうんで集団でこう移動しよるけん、わし一番感激したのは岐阜の多治見であの列車で長野の方に行った時に猿の親子はこうあの道路のとこ国道のとこ二人で手つらいでぴょん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 花寄ったんようわーかわいいわーいと思いよったけど、それから何年かしたら富里で猿はなあ作っとるやつを全部取っててしまったこんにゃろう思ってからね、猿は殺せんもんの、うん、殺せんな、イノシシだったらの、うん、殺す鹿、イノシシ鹿だったら殺す狩猟はあるけど猿は殺すの聞いたことないもんの、あれ今から増えてくるの、うん、まあのあれは弱るでの、うん、狼おらんしの、うん、狼おったら逃げるんかい、狼は結構あのこの頂点におろう、大体この動物界の狼を増やされたのかもからね、うん、そうや、もしかしたら、うん、富里の山でもこう杉とかヒノキとかいうのは全部こう下の方巻いてからに鹿予防にしとるやんか、鹿よけよ、あれもあれじゃんあの話したって怖いどうにかせないかんのあれもの、うん、もしかもしこたまおるしよ、あれほんじゃけどあの徳島とかはあの、うん、この一等駆除したら何万1万とか2万とかの言おったの、ほんじゃけど仕掛けで生け捕りにしてからにどないせさばくんだろうの、ほら、うん、もう解体するの、解体ほら檻の中で動けるやつをどないして殺すの、俺はもうあの刺さんあのうちかあれせんのしとめんと、ほうじゃな、うん、かわいそうな顔がでかいの、いやこれはほうよ何年か前なイノシシ、あれイノシシ一頭もろたんじゃとか言っての、うん、ようちゃんが、うん、あようちゃんも漁しよるけんあれ、あいや漁はしよん、うん、鉄砲持っとんよ、んでもろてきたんじゃ言っての、うん、でイノシシ今かかえたりするきんほんでちょっと肉いるでとか言って、これさばいての、ほうほうほう、内臓抜けて、ほう、くれちゃう、ほう、お前もいるんだった、いやいや、あのうちくれるんよあの富里じゃけ、うん、よう肉のそのままはくれるんだけど、焼肉にせえとか言ってからもらうんやけどなかなかな、うん、うまいこと変えてあの綺麗にそぎ切りはできんわな。結構あれやんか、怖いやんか、イノシシとか言うたら寄生虫があるんでないんだから、あどうだろうか、支配の運量の牛とかなんとかと焼肉と違うてのそこまで思ったことない、焼いたら同じなんだろうけどの、ヨウちゃんもいろいろあれなんじゃ、ユウニーも元気、ユウも元気な
うん、湯にも持っといてこう。あれ、ああそうなの、うん、前はね、鹿を家にいたりとか、ああ、カモとかなんとか言おったの。いや、まあ、ほんじゃけど、カモは難しいわ。もう一発ったらもう根気んの。あ、そうなの、うん、もう一回そこで打ったらもう絶対寄りつかんけん。あ、そうなの、うん、ほんで、もう小さから三段で打ってものな、うん、まあ当た、まあ当たるけど、うんうん、カモにかんまいよな、うん、なんかその、こう、くぼりが取れてきたの。で、俺、焼けたら焼けるんよ。焼けて取れてきた。燃えるんよ。で、あの炭とかの熱、炭だったら綺麗に残るんよ。焼けて。これは耐熱ガラスな。うん。すごいな。うん、何百度。耐熱何百度。溶けたらせんのじゃん。うん。あの、普通のガラスって割れるで。なあ。パチー言う。うん、鉄鉱石でもあれやもんな、燃えて鉄になるんだもんな。ああ、ほう、これはすごいよ。そういう知識やったん。知識やわ、あんな普通だろ、お前。そうだよ、おい、俺は炭とも金属とか言ったらそうだろ、お前。そうな、うん、知らんかった。うん、車の中で火燃やすんじゃけんの。の、うん、すごいよな。まあこれのもんじゃ、ほんじゃけど、うん、これのもんじゃ、何なもんじゃけど、あの何、石油ストーブ、ちっこいのでも、うん、石油ストーブとか、あのガスストーブねや、うんうん、まあこれもこれ危ないき、熱いきねや、これ触ったら、うん、こっちだって触って熱いわねや、うん、一緒一緒じゃけど、うん、何しても危なさは危ないの、危ないきの、うん、おお、おお、向こう結構明るいついとんあれ、家があるんで、あの斜めの斜面にハンダでないんちゃう、ハンダだろうな、けーすご面白、とこにこれ駐車場あったの、ああ、いや向こうにも払っぱったの、全く知らなかったんだけど、この前言うたら、わしは道の駅の南側ってに、うん、あそこでいつも寝よったけど、んであの近くにの、うん、居酒屋があるらしいわ、おうおう、ね、今日あの香川の人はそこに泊めとってのお、あんなこっち来て、行く、いやいやこっちでちょっと話しよったんや、こんにちは言うけん、うん、おう、んでその人はあそこに泊めてのほ、うん、で居酒屋行って4000円ばちょっと、うん、飲んで、そう、ほろ酔いで、てそう、うん、何で来たのその人、キャンピングカー、フリードで眠れるようにしとんかい、いや、一人みたい、俺はおらいの、うん、でその人はの、うん、パラグライダーをしよるらしいよ。すごいすごい。そうよ。ほんでその上から飛ぶらしいよ。ああ、その上、こちらの山かい。そう。大塚製薬のところの山じゃん。そう、まあ上から。ほんで そこの、あの、グランドあるやん。おお、あるある。今日走るったろ。うん。あそこ降りてくるん。あそこランディングするんやて。へ、うん、明日ぐらいなんか飛ぶけに。あ、そうなん。言ったような。うん。うん、ランディング地点にもなっとんじゃろう、うん、すごいなぁ、今日本じゃけんよけあそこ来とっちゃってないじゃった、多目的にしよるの、うんうん、すごいな、徳島な、結構な年の人ってすごいすごいが、ほんじゃけどあれ飛ぶけんねや、うん、まあ、鳥海山でかしよらの、ほうな、うん、鳥海山でしよう、うん、鳥海山ってお前どこあるか知っとん、秋田、うん、秋田、うん、山形、おう、山形秋田の境、おう、よしっとりにゃ、うん、あそこ車でいたもん、おう、うん、ええとこだろ、ええとこ、ええとこ、俺はすごいよな、もし青森やけど好きなんや、だそうな、俺は行かないから、青森好きなわし、青森のあの、このあれ知っとる、鶴の前橋、鶴の前橋言うたら日本海側の方の13個の方あるの、ちゃうのか、鶴の前橋に写しとったしら、これおうおうおお、これどこにあるん、青森の青森のどこだったんだろうか、忘れた、日本海側じゃないか、ちゃうよ、日本海側まで行くかい、あの中途中途中はあれやんか、これ岩木山やで、
これ岩木さんやで。岩木さん、うん。これ。三代丸山遺跡。これ岩木さん、岩木さんすぐ見えるんだけど、うん、これ。こうだった思うたけどね。知らんの、青森好きなくせに。いやいや、こうだろう思うけど。鶴の前橋、青森にある。なんだ。知らんけど。なんだ。今年帰り寄り道したんよ、そこ。いや、そうな。焼酎あるで、お前。焼酎飲んだ。え、焼酎あるで。十分飲んできた。え、うん、焼酎もうあれじゃ。なんだ、うん、くたばるんかい。くたばって、ぬくいうちに寝ないか思って。何時になる今。え、7時やまだ。まだ7時かい。7時40分。あと1時間あるや。ほんな明日は昼までしてからに、もみじ温泉に入ってからに帰ろう。あ、そう。もみじ温泉右ずっと行ったら知っておるよ。あるの、うん、キャンプ場あるんよ。あ、ほんと。もみじ温泉前に。あ、そうなん、うん、へえ。キャンプ場と近くにええとこあるんかい。もみじ温泉の前にあるよ。お、ほんだけもみじ温泉の前にあって、その周辺になんかええとこあるん。ええとこは知らん。見ると別にほんなら見るとこもそうもない。ほんか、うん、キャンプ場があるということかい。あ、そうそうそう、550円だろ、あそこ。そうか、この前な、どこ行ったの。三馬に来たやんか。うん。ほんだが帰るしに、香川の方にあっち降りたん。帰ったんよ。ほんだ香川の方の帰るしの山の頂上に温泉があるんよ。ああ、トンネル抜けたとこ。そうそう、トンネル抜けたところに。あそこは600円だったけどな。うん、600円だったけど、その時にサウナ入ったら、隣のお客さんが、今日はもみじ温泉が休業だったから来たんだってから言いよったけどな。あそこは600円だったの、うん。ちょっとでも安い方がええわの、温泉はの、うんうんうん。多かった、あそこ。うん、愛媛県にパークゴルフ場はあそこしかないんかい。他にあらいあるんか。うん、調べてみよう。東温市の方あるんだよ。ああ、東温市はミナラにあるよったけど、高いよったぞ。ぐらい高かろね。ミナラの、うん、富士とかなんとか、あ、坊ちゃん劇場がある周辺に。うん。うん、うちの娘、東温市の方に、うん、嫁いどるき、うん。都会車いらんもんの。いらん、ね。松山だったらあれやけど。東京、大阪行ったら車がいらんやんか。いらんわな。全然ちゃうやんな。うん、あれ反則じゃの。2年に1回車検やったりしての。うん、戻せ言うしの。え、免許戻せ言うしの。戻し言うしの。お前今、衝突専用のあれがあるんじゃけん、余計80でも90でも伸ばしゃいいのの。ちゃんとそういう設備をつけて。まだいかんのあれ。こういうしたって当たる。当たるんかい。なんじゃ俺、当たらんよりやん。いやいや、当たる。当たる。なんとかアイサイトやどうの。ピーピー言うだけで当たる。どうのこうのって言うよりやんか。うん、おっ浮いてからに止まる。うん、あれしよるだけ、うん。ほんで直線の白線からはみ出さん言うんじゃん。山道やか白線こう引いてやってからに、失礼やの。こないだ避けるとき、こないだ避けるとき避けれんや。そういうことせんのじゃきん。ほんで、ぶつかりそうになったら止まれへんじゃきん。止まらんのよ。止まらんのよ。それが止まらんのよ。いや、変のぬく言うのは。お前とこぬくない。ぬくないぬくない。今から帰って潜り込んで、アドバイス受けたように3時頃に入れようかなと思っとるけど。うん、ほんでいいの、うん、まあ、夜中はまだぬくいわ。うん、12時とか汗かこう。汗やか書いたりするかよ。車の中やもの。ほうだ。うん、じゃあもう12時くらいやか、まだ暑うて暑うて。鉄の中やもの。俺は冷えないよ。